今日は来年用の年賀はがきの発売日です。富士郵便局では笑い文字で名前を書くサービスが行われています。笑い文字普及協会の講師で富士市在住の千々和典子さんが購入者の名前を書くというイベントです。購入者は自分の名前に顔が入った文字を見て喜んでいました。とても生き生きとしたデザインになったのでとても良かったです。可愛らしくてキラキラネームに負けないかなと思ってちょっと自分の名前好きになりました。サービスは今日1日限りで午後2時まで行われています。